て、午後に、一節ずつ16章全体読んでいきますけども、今朝は8節9節を見ながら、この不正の管理について、見ていきたいと思いますが、8節9節をお読みします。主人は不正な管理人が賢く行動したのを褒めた。この世の子らは自分と同じ時代の人々の扱いについては、光の子らよりも賢いのである。私はあなた方に言います。不正の富で自分のために友を作りなさい。そうすれば富がなくなった時、彼らがあなた方を永遠の住まいに迎えてくれます。お祈りしますね。愛する主よ、ありがとうございました。今本当に、あなたからのこの証しをこのいただくことができましたけれども、次にイエス様の言葉を通して、私たちがこの世においてどうやって生きていけばよいのかを、このイエス様の言葉から理解することができますように、そしてまだイエス様を自分の救い主として知らない方々が、どうぞあなたが今こう知らせてくださいますように、あなたこそが救いであり命であり真理であることを知ることができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。はい、今読んだ箇所ですが、非常に難しく聞こえますね。だって不正の富で自分のために友を作りなさい、で不正の管理人を主人が褒めてるんですね。大きな損失を得てるんですよ、この主人。なのに褒めてると、なんかこれだけ読むと、ここだけ読んでね、だからキリスト教が有名になったら、なんかマネーロンダリングで、もう金を儲けなさいと、なんかね、こうで、人間関係づくりのために励むようになってね、不法行為をね、なんかこの進めているかのように、この見えます。聖書って面白い、意表をつかせる話が非常に多いんですね。あえて極端な話をすることによって、お語りになりたい点を際立たせています。で、実はですね、前回もそういう話、有名な話なんだけど、放蕩息子の話っていうのは非常に驚くような話なんですよね。で、実は流れがありまして、で前回が放蕩息子 で今不正の管理人じゃないですか。実は内容は似ているんですね。何かというとね、お父さんが非常に寛大な人なんですよ。寛大で、弟息子がもう親知らずのこと、親知らずどころか当時のユダヤ人の中では石打ちの刑になってもおかしくないような、この非常だって、生きてるうちに相続財産くれって言ってるんですよ。お前死ねって言ってるもんですよね、親に対して。でそういうことをしたわけなんですけれども、彼が我に帰って遠い国に行って、お金が全然なくて、もうひもじい思いをしている時にですね、彼が父のところに行くんですけども、その時にですね、この父はおそらくは雇い人といったら、もしかしたら許してくれるかもしれない、雇い人としても、息子の権利はもうなくなったと、息子じゃないと、雇い人の一人として、ということで憐れみを示してくれるかもしれないという、この寛大な父にかけたんですよ。この寛大な父に自分をまあ、託したんですね。で、そういう流れで実は不正の管理人の話もあるんです。で、1節から7節もね、読んでみたいと思いま す、ね、私が説明してもいいんですけども、そのまま読んでみたいと思いますが、よろしいですか。イエスは弟子たちに対しても次のように語られた。ある金持ちに一人の管理人がいた。この管理人が主人の財産を無駄遣いしているという訴えが主人にあった。主人は彼を呼んでいった。お前について聞いたこの話は何なのか。会計の報告をしなさい。もうお前に管理を任せておくわけにはいかない。管理人は心の中で考えた。どうしよう、主人は私から管理の仕事を取り上げようとしている。土を掘る力はないし、物も言うするのは恥ずかしい。分かった、こうしよう。管理の仕事を辞めさせられても、人々が私を家に迎えてくれるようにすればよいのだ。
そこで彼は主人の債務者たちを一人一人に呼んで、最初の人に私の主人にいくら借りがありますかと言った。その人は100バテ、油100バテと答えた。すると彼はあなたの証文を受け取り、座ってすぐに50と書きなさいと言った。それから別の人にあなたはいくら借りがありますかと言うと、その人は小麦100ゴルと答えた。彼はあなたの証文を受け取り、80と書きなさいと言ったと。こうあります。これ実は不自然な前提があるんです。お前に管理を任せておくわけにはいかないって、なんかいかにも普通に聞こえますが、彼がやっていることにしては当時のローマ社会だと牢屋か、あ、奴隷にする、牢屋に行かせてその損失を、ね、こう返すまで牢屋にいる。それか、まあ、奴隷に売る。そういうふうにしていいのに、彼はもう解雇するだけなんですね。ヨセフがマリアに、マリアが妊娠したときに、本当は石打ちで殺してもおかしくなかったんですね。ほら、姦淫の罪を犯してるっていうことであればね。けれども離縁する、内密に、ああいうのと少し似てるんですよ。本当だったらもう罰する、ね、こう牢屋に入れて投げ入れてもおかしくないようなところをただ解雇にするって、ここに実はこの主人って寛大な主人だったなってです。で、抜け目ないことをしたんです彼は。まずね、債務者か、ね、だからその借金をしているこの人たちに一人一人に行って、そしてその証書ですね、証文を持ってこいと。で、いくら借りがあるんだって。で、これそれぞれね、1000万円ぐらいの単位なのを今の日本円にすると500万ぐらい減額したような感じです。で、それを書かせ、自分たちで書かせるんですよ。まあ、ここも上手だね、証拠残らない。で、解雇された後にね、もちろんその人たちはすごくその、管理人を、に恩義を感じてるから、じゃあっていうのもあるし、実はここまで良くしたら、これ主人に解雇されたか解雇されそうになってるなんて知らないからね、主人がそうしてるっていうふうに思ってるわけです、債務者たちは。それは嬉しいですよ。でね、主人についていい評判が流れるわけですよ。当時搾取っていうのは当たり前です、ローマの社会で。ひどい社会です。で、この中で寛大な人がいるっていう噂が流れたら、これメンツが大事な社会なので、日本もメンツあるんだけど、アジアもメンツあるんだけど、これね、聖書ってね、アジアの書物なんだよ。で、今の中東アラブ人も超メンツ、僕たちなんか10倍ぐらいメンツ大事にします、アラブ人とか。で、ここでいい噂が立ったら、いや実は違うんだって言えなくなっちゃったんですよ。ものすごい損失なんですが、主人も何も言えない。なので、このずる賢さにすげえこいつはと褒めたというのが、実は内情なんですね。しかももう本人たちしかわからないこのやり取りですよ。だってバレてないんだから。ということで、ウィン、いわゆる日本語で言うとウィンウィン関係なんだよ。で、報道息子と似てるのは、その主人の寛大さにかけたんだ。どうやって生き抜くか、信頼してみたんです。生き抜く方法を考えたんです。で、もう一つ大事なのは、この意欲的に行動してるんですね。報道息子もそうでしょ、もう自分の父の家に戻るというね、行動に移して、今あるところで機会をどうやって持ち、今あるもので、ね、どうするのか。
先ほどの証もそうでしょ、今あるものでどうするのかっていうのも頭使いまくって賢く動いたんですよ。で積極果敢にその今あるだ、他にもイエス様が、神について話した時に5タラントのあれも10タラントもそうです。で5タラントとか10タラントあのねあの、5タラントと2タラントとかあれももうなんか数千万単位 の日本円にするとあれは資産運用そのものなんですよ。巨額のお金が与えられてどれだけ投資っていうかそのお金を増やすことができるかって話なんです。でこうやって今与えられている機会を十分に用いていくということが必要で、あとは将来性がありましたね。何振り構わず次のことはどうなるかというとプライドを捨てて将来のために動いていったんです。これ非常に予的に聞こえましたね今ね。でこれから予的な話をします。イエス様と同じようにホリエモンなんで教会に来てまでそんな話をするんですか。ホリエモンって言っただけでね。でね、ホリエモンの言葉だからちょっと私の言葉じゃないからね、まあ、あの僕クリスチャンとして使いたくない言葉で言いますよ。貧困から脱出できないのはお金がないからじゃなくてバカなのが原因じゃない。まあホリエモンらしいね。あと今の人バカ多いね使うのね。僕すごい好きじゃないんですけど、でもねこう言ってました。例えば母子家庭で3人子供がいる家庭だったら生活保護費や児童扶養手当をもらっていたら20万円ぐらいもらえる。でももらうだけで、でもね携帯電話を例えばそういう人が毎月3万円近く使ってるんだと、この人は確約 SIM SIM を格安のね知識を持っていないんだ。お金がないんじゃなくて知識がないんだと。だからあとはお金を稼いでも使い方の知識がないと幸せになれないと。お金を使うべきどう使うべきかを考えなかったらいつまでもお金に踊らされてしまうと。こう言ってます。でねやっぱりお金持ってる人あのなんかそうあのねもう一人話します。2チャンネルを作ったなんだっけひろゆきだっけ、ひろゆきさん2チャンネル、なんでこの話まだっていうね。でも彼も同じようなこと言ってて情報が足りないと。例えば東京都は裸電球を電気屋に持ってきて LED に変えてくれるっていうのをねやってたんですよ。今やってるのかな分かんないけども LED、うん、でそれで LED ってね3000円なんだけど彼だったら彼はねこう言ったのね、他の電気屋で100円の裸電球買って3000円の LED に変えたら2900円儲かるわけでしょ。で俺は暇してるからこんなこと考えられるけど情報も入ってるんだけども真面目に働いてる人は情報が入らない、真面目に貧乏になってるんじゃないのってね、やっぱりきついね言葉はね、やっぱりでね、ホリエモンに戻るときは彼も言ってるけど貨幣自体ってのは価値がない、金は信用を数値化したものにしか過ぎない、紙幣自体のほとんど価値がない。そうだよね、あの1万円出してもね、これうおーとかってなるかもしれないけど実はこの1000円、1万円ってなんか20ないか分かんないけども、ね、実際の価値ないんですよ。それ信用で成り立ってるんだって、本質は信用なんだって話ですよ。でこれが管理人の視点なんですよ。 今置かれた状況の中でどうやって信用を勝ち得るのか、証文の金額を減らすとか、ね、債務のある人から信用を勝ち取って主人も大きな損をしないメンツを崩さないとか将来のために備えると、これを霊的にイエス様は解釈したんです。再解釈でそれで8節で主人は不正な管理人が賢く行動したのを褒めた、この世の子らは自分と同じ時代の人々の扱いについては光の子よりも賢いのであると。でここのね賢くっていう言葉ね第3番前だ、このバージョンの前の方が僕好き、抜け目ないというもっとはっきりしてます。で世の中の人たちの方が世の子らの方が光の子よりも賢いっていうのさっきのだからホリエモンとひろゆきさんの話出したんですよ、ね、で光の子はってね私たちはあのこのクリスチャンはあの傾向として世の中はってこう見下してしまうんです、うん、けれども
キリスト者は世に対して証を立てるように召されています。この巣にされています。ならば本来ならば賢く動かなければいけないのに、やはり彼らの方がよく知っているということなんですね。で、私は本当に思いますね。聖書というのは教会の人たちだけに与えられている書物ではないんです。世界のことを言っています。イエス様も例えではいろんな日常生活とかいろんなことの普通の話が出てくるんです。で、今の話なんてもうそうですよ、ホリエモンレベルの話ですよ、ね、ホリエモン級の話でしょ。でもイエス様これ使ってらっしゃる。神はね、語ってらっしゃるんですよ。全知に語ってる。で、箴言だと知恵者中の知恵者って誰だか知ってます？知恵者中の知恵者、めちゃめちゃ賢い、誰だと知ってます？信玄、アリ、イナゴ、イモリとか。でアリの場合は何ですか？せっせと夏のうちに食い物を貯めてる。これも同じでしょ。将来のために今準備をする。このように神はこのいわゆる予的だと私たちが見下すようなところでまさに語っておられる。そしてエペソの5章の15節と16節にはこう書いてます。自分がどのように歩んでいるか、あなた方は細かく注意を払いなさい。知恵のないものとしてではなく、知恵のあるものとして機会を十分に生かしなさい。悪い時代だからです。悪い時代、終わりの日になってるんだよっていうことです。もう時間がないんだよっていうことです。で、終わりの日というね、このもうイエス様が戻ってこられる、そして悪いことがどんどん起こっている時代に、このキリスト者がなりやすい傾向というのは孤立ですね。あ、世の中こんなに悪くなってる、ひどい、もう裁かれるっていう感じでどん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 孤立していくのが、聖書はそう言ってないんですよ。出てきなさいっていうんですよ。出ていきなさいって、そして賢く生きなさいっていうことを言ってるんです。知恵を持って生きなさい、機会を十分に生かしなさいっていうことを言っているんです。今あるものを使いなさいと言っています。数日前かな、1週間前ですね、グレッグ・ローリーという伝道者、カルバリーの牧師ですけれども、彼は本当にもうカルバリーを超えて今全米で用いられている伝道者ですね。で、この前は、何人救われたのかな、確かあれ書くの忘れたな、2万人か3万人全体に来て3日間のあれで8000人かな、決心したんです信仰。これ30年間やってます。30年、しかも1年にも場所いろんなところで、だから数回やってますから、もうすごい量やってます。で、彼はこう言いました。もう何一人かでも多くのもう人を天国に連れてきたい、救いたいと。だから息子さんがね、交通事故で亡くしてるんです、長男で。その時からもう天国というのがものすごく身近になっちゃったんですね、彼と。だからある時に、あ、彼変わっちゃったって思ったんですよ。さっきもね、この試練の時に変わったってこう言ったけれども、変わったんですね、やっぱりもうちょっとここまで意欲的にするのっていうぐらい変わりました。で、彼はもう60以上の おじさんなんですが、もうやってることは超ハイテク、いわゆる、ファンキーな子たちはあんま来ないかな、普通だけど、もファンキーはならでいかないけど、もうちょっとこう、でも若い子向けなんやってることは。でも御言葉は全然変わってない、福音は全然変わってないわけなんですね。こうやって今ある財産、今あるものをなるべく使っていろいろやっていくというのがキリスト者としての生き方で、それで9節で、私はあなた方に言います、不正の富で自分の友を作りなさい、そうすれば富がなくなった時彼らがあなた方を永遠の住まいに入れる。不正の富っていうのはいわゆる不正だと言われているような、お金っていうのが不正とかなんか汚いもののように見る、いや、そんなんじゃないと。そのために友を作りなさいと。で、その友っていうのはつまり御国、神の国のためにつながっていくその関係ですよ。それをそのために使っていきなさい。そして私たちの住まいというのは、さっきは不正の管理には次の雇用先の話をしてたけれども、ここでは神の国、神の住まい、天国なんですね。で、そこで
私たちの使われている時間、ある時間、能力、これはもうクリスチャン、クリスチャンじゃない問わずですね。今クリスチャンじゃない人みんなそうですが、全部が終わりの日にはどうやって使ったのかが問われます。私たちはみんな、第2コリントの5章の10節で、善であれ悪であれ、それぞれ肉体においてした行いに応じて報いを受けるためにキリストの裁きの御座に現れなきゃいけない。肉体でしていたことの行いというのが後に報い、このそれを問われるようになるよ。なので最もこの不正の管理人と同じように有効にずる賢くこの人生で使える方法というのは、イエス・キリストを自分の救い主、主として信じて生きることです。自分が今まで自分勝手に生きていたもの、それから神の子、自分を作ってくださった神様に振り向いて、これを悔い改めって言いますけれども、まあ、難しい言葉でいいですね。振り向いて、そしてイエス様を自分の救い主として、自分の罪のためにイエス様十字架にかかってくださり、3日目によみがえってくださり、また再び来てくださる、この方を主として生きていく、まあ、決めること、これが最大のインベストメント、投資、この将来に向ける備えになるわけですね。お祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。このようにして不正の管理人を通して、本当に今与えられている、また先ほどの証を通して本当に今与えられている主よ、この時間、能力、これを最大限に使っていくにはどうすればいいかを考えることができますように助けてください。そしてこの私たちを気をそらせていくようなこのものに、このサタンは私たちをいつもそっちの方に持っていこうとしますが、どうかその惑わしに惑わされることなく、イエス様戻られるのは近いのですから、本当に有効に使うことができますように助けてください。そしてイエス様、まだ信じてない人が信仰を持つことができますように、そして友を作ることができますように、御国に連れていく友を持つことができるようにしてください。お願いします。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。
豊かな恵みをありがとうございます。主が私たちを祝福し、私たちを守られますように。主が御顔を私たちに照らし、私たちを恵まれますように。主が御顔を私たちに向け、私たちに平安を与えられますように。イエス・キリストの名によってお願いします。アメン。